どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回は軽い小ネタなんですが、フィルターを2枚サクッと紹介していきたいと思います。最近この2枚のフィルターを重ねて使ったりしてるんですけど、結構柔らかく優しい雰囲気の写真になるフィルターなので、もしよろしければ試していただきたいなと思います。特殊なフィルターを2枚重ねるっていうことは、本来の特性とかそういったことをちょっと無視するような感じというか、あんまり本来の持ち味みたいなのを引き出せない可能性もあるかもしれないので、今回の場合はこんな感じで遊んでいるよっていうのを、ちょっと紹介してみたいなと思っているので、もしよかったらラフな感じで見ていただければいいなと思います。まず1つ目、1枚目なんですけど、 OPF650 っていうフィルターなんですけど、以前 OPF550 という品番違いのフィルターを紹介したことがあったんですけど、詳細は別動画で話しているので、もしよかったらチェックしてみていただければなとは思うんですけど、今回はちょっとざっくりと紹介していきたいと思います。こちらの OPF フィルターを使うと、自然な色味っていうのを楽しめるんですけど、デジタル処理とは違った色味になるんですよね。そういうのが特徴で、そして柔らかく優しい写りになるんですけど、解像感は決して損なうことはないっていう感じの、とても素晴らしいフィルターなんですね。若干色味の変化がきついと感じることもありまして、これの品番違いの550っていう方でしたら、緑色がちょっと濃くなってしまうような感じがあったので、僕の場合だったら富士フイルムのカメラを使ってるんですけど、これの場合だったら WB シフトっていうのがあるんですけど、それで色味の調整をしつつ撮るっていう感じの使い方がいいかなと思います。で、以前の550はそんな感じで緑色だったんですけど、今回の OPF650 っていうフィルターについては、寒色寄りというよりかは若干オレンジの方が強い感じになってます。なので優しい写りが好きな方におすすめです。こちらのフィルターは価格によっては結構値段は変わってくるんですけど、今回紹介しているこちらのフィルターは 52mm なんですけど、これの場合だったら7200円プラス送料ですね。なのでフィルターとしては結構高くて、有名どころで言うとブラックミストとか、そういった感じの特殊フィルターがあると思うんですけど、そういったフィルターよりもちょっと高めっていう感じですね。で、お値段以外にもちょっとネックなポイントがあるんですけど、それがこのデザインですね。このフィルターの縁のところにちょっと模様があるんですけど、こちらの模様があんまり好みではないかなというふうに僕は思ったりしています。そんなにめちゃめちゃ気になるポイントではないんですけど、ちょっと、カメラのデザインとあんまり合ってないかなっていうので、多少気になっているっていう感じです。ちょっとその辺は前の動画でも言っちゃってるんですけど、これに関してはちょっと申し訳ないなとは思うんですけど、個人の印象としてはそんな感じです。で、次のフィルターなんですけど、次はデュートっていうフィルターで、これは健康さんから発売されているソフトフィルターで、色味の変化とかはなくて、特に、そういった特殊な変化っていうのはないんですけど、純粋に光の拡散をしてくれるソフトフィルターっていう感じですね。公式サイトとか、Amazon に書かれている説明によると、こちらのフィルターはポートレートとかにおすすめっていう感じのフィルターなんですけど、絞りに関しては開放から中間絞りぐらいっていう感じで書かれていました。なんですけど、個人的にはそこまでその中望遠とか気にせず撮っていて、 52mm のフィルターなんで、僕の場合は XF35mmF1.4 につけて撮ることが多いんですけど、あんまり気にせずに、これの場合だったら 35mm なんで、フルサイズ換算で 50mm になるんですけど、一応ポートレートは全然撮れるんですけど、APS-C で言ったら多分 50mm とか 56mm とか、そちらのレンズでおすすめされているっていう感じですね。その辺は全然気にせずに撮ってもいいかなと個人的には思ったりしてます。注意点として書かれていたのは、広角寄りのレンズとかで撮るとちょっとなんかにじみとか歪みとか、そういったものが出てしまう可能性があるので注意した方がいいというか、そういう傾向があるみたいです。デュートのフィルターに関しては 52mm の場合でしたら1500円ぐらいで買えるので、結構価格が安くてお試し感覚で買えるのがおすすめのポイントです。で、このぐらいの価格帯のフィルター、ソフトフィルターって健康さんだけで言ってもたくさんあるんですけど、この辺ちょっと悩む方も多いかなと思うんですが、デュートは結構スタンダードなフィルターっぽい感じで書かれているので、色味の変化とか、低サイドになるとか、サイドが低くなるとか、ちょっと淡い感じになるとか、そういったことをあんまり求めてない方、光の拡散とか、ちょっと柔らかい感じの雰囲気を出したいっていうことを思ってフィルターを探している方におすすめっぽい感じです。で、他に健康さんのフィルターで言えば、有名どころで言えばブラックミスト系なんですけど、ブラックミストナンバーワンとかっていうのは結構分かりやすく強い光の拡散効果はあったりするんですけど、このデュートに関してはそういった強い拡散ではなくて、
比較的ちょっと優しい感じですね。ふわっとするぐらいで、室内で撮った時なんかは全然もうそういう効果は、まあ、正直わからないレベルで、もしかしたらその買った一番最初ってやっぱり室内で撮ると思うんですけど、しかも会社帰りとかで夜とかに撮ったりすることも多いと思うんですけど、その時にこれを使ってみると、まあ、多分ですけど、全然何も変わらんじゃんって、買って損したなっていうふうに思う可能性もあると思うんですよね。そういうふうに思う可能性もあるんですけど、まあ、ちゃんと条件を満たせばしっかりこのフィルターは拡散効果とかソフトフィルターっぽい感じの柔らかい効果とかは得られるので、室内ではそういった効果があんまり得られないっていうことだけは知っておいた方がいいかなっていうポイントです。ではどういったシーンで使うと効果を得られるかというと、シンプルに言うと光がしっかり入るシーンかなと思います。僕が特に効果が高いなと感じたのは夕方の逆光の時ですね。今みたいに秋から冬ぐらいの時期でしたら、日中でも柔らかい光の時も多いですし、15時ぐらいからは結構公園とかにいてもふわっとしてきているような感じがあるので、結構効果が得られやすいんじゃないかなと思います。今回の場合は東京グラファーとデュートの2枚を重ねているので拡散効果がかなり高まっていますけど、まあ1枚ずつでも結構効果が得られるんじゃないかなと思います。このフィルターは若干なんていうかな、オールド感というか、柔らかい雰囲気プラス東京グラファーの OPF650 がオレンジ寄りなんで、暖色寄りこっちがなので、そういったことを踏まえると、最近のトレンド、ここの何年かは、まあTwitter とか Instagram とか見てても、どちらかというと暖色寄りよりも青が映えるというか、そういった傾向があるかなというふうには思うんですけど、それとは逆の雰囲気なので、まあ、あんまり好きじゃないっていう風に感じる方も多いかもしれませんし、まあ、ただまあ個人的に思うのは、このフィルターを使うと女性とか子供とか、まあ、皆さんのお子さんとか、そういった被写体に向けて、このフィルターを使うと結構いい感じの描写になるんじゃないかなと思います。優しい雰囲気の写真が撮りたかったら、このフィルターの2枚重ねは結構おすすめかなと思いますね。このフィルターを 35mmF1.4 につけて撮った時は、なんだろうな、まあもともとこのレンズってちょっとオールド感があるというか、柔らかい描写みたいな感じで言われることが多いんですけど、よりそれが顕著に現れていて、セミオールドというかちょっとオールドみたいな感じの雰囲気がさらに増して、まあ、個人的には結構好きな描写になったかなと思います。で、最近 33mmF1.4 っていうレンズが出てたと思うんですけど、富士の場合だったらすごい描写力が高いレンズだったと思うんですけど、こっちはまあその写りはいいんですけど、ちょっと柔らかい雰囲気っていうのがあると思うんで、それをさらにこのソフトフィルターとか使って変化を与えると、よりその 33mm との差別化というか、そういったことができるんじゃないかなと思ったりしました。何使った時かな、 XC レンズか、ちょっと持ってこう。この XC レンズ、最近ちょっとよく動画でも出しているこのレンズなんですけど、 XC レンズ、これもフィルターの径が 52mm なんで、今紹介しているこの2枚を使うことができるんですけど、これもちょっとオールド感出たんですけど、まあ夕方とかに撮ったら柔らかい描写で、すごくフィルムっぽいというか、コダックゴールドっぽいというか、なんかそんな感じで面白い雰囲気だなっていう風に感じたりはしました。これがめちゃめちゃバキバキに映るレンズじゃないので、そういったことも踏まえると、まあなんとなくフィルムっぽいというか、まあ、このフィルターがなければ全然そんなフィルムっぽい感じの描写をするレンズではないんですけど、ちょっとそういう楽しみ方もあるかなと思って、最近この XC レンズ買うかどうかちょっと迷っているところなので、より欲しくなってしまったなと思ったりしました。まあ、今回はね、そういうこのフィルターがメインっていうわけじゃなくて、このフィルターを使って、XC レンズもより楽しくなったとか、 35mmF1.4 もすごく楽しくなったとか、今ちょっと動画撮ってるんですけど、この手元の撮影をしているレンズなんですけど、 XF18mmF2 っていうレンズも、これもまた 52mm のフィルターをつけられるんですけど、それでも結構面白い写りをしたんですよね。まあ、その XF18mmF2 もこの 35mmF1.4 と同じ時期に発売されたレンズなんで、結構古いレンズなんですよね。だから
結構同じような感じで 35mmF1.4 みたいな感じの写りになる傾向があるかなって僕は感じてるんですけど、まあ、オールド感が強いというか、このフィルターを使えば同じようにそういう古臭い感じというか、古臭い言うたらいけんな、優しい感じの描写が得られるんじゃないかなと思って、まあ、より楽しくなったっていう感じです。ということで今回は、まあ、こういう特殊フィルター2枚についての紹介をしてみました。デュートに関しては特にお買い求めやすいお値段なので、もしよかったら試していただけたらなと思います。こういう紹介の仕方をして、2枚重ねっていう紹介の仕方をして、ちょっと中途半端、自分の趣味というか、そういった部分が強く現れていたというか、まあ、そんな使い方せんじゃろみたいな感じで思われる方の方が多いと思うんで、まあ、もし要望がありましたら個別で紹介しますので、ぜひコメント欄に書いていただければなと思います。まあ、OPF650 に関しては、550のオレンジバージョンみたいな感じで、ちょっとより柔らかい感じのレンズかなっていう風な印象なので、こっちに関してはその関連動画を見ていただければなと思うんですけど、デュートに関してはちょっと個別で、比較写真とかそういったことをメインでしたりしたら面白いのかなと思うので、面白いというか分かりやすいですかね。そういった紹介もしてみたいなと思います。という感じで今回も、ちょっと、まあ、前回に引き続きラフな感じになってしまいましたが、またしっかり紹介をしていきたいと思います。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。また見に来ていただけると嬉しいです。それではまた。